僕は八時半を回りました。宅建ンブ今宵もお届けするのはこの方です。はーい、店長でーす。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。はい、今週もえっと始まりました。はい、えっと一応時系列的に言うと、この放送が、はい、えっとどうでもブシあどうでもラジオと、はい、恋愛ブのコラボの。 後後のの収録でですね終わったうだから先週ちょっと何もコメントしてなかったらまだちょっと「どうでも節」をやってなかったんで何も言ってなかったんですけどようやくそうですね今週はちょっと感想も交えながらお話ししていこうかなと思うんですけどどんんなでしたさ最初はやっぱちょっと最初というか私 当日の朝にはい、はい、あ今日だって思った時にはい、はい、なんかなんだ久々すぎて、はい、なんかめっちゃソワソワしちゃったんですよなんか<ー>えどうやってやってたっけみたいな<ー>なんか<ー>なんか<ー>え喋れるかなみたいななんかあの時の感覚が本当に。 なくなってて、で、なくなってるなあっていうのに、その日の朝に、なんか、改めて実感して、あ、大丈夫かなみたいな。で、ちょっと思いつつ、あ、でも、いざ、話し始めたら、なんていうんですかね。なんか、コメントもたくさん来るし、それぞれ、なんか、話題もいろいろ出てきたし。で、ちょっと、やっぱ、楽しかったですね。うん、だいぶ楽しかったですね。結局、2時間。 2時間ぐらいですか。まあ延長があって、延長もしてちょっと喋って、喋ってですよね。うんうん。なったのね。んかもうあれでちょっといろいろ喋りすぎてネタがないんですよ。もなんか熱くなりすぎて。なんですかこの。そうそうそう完全燃焼したみたいな。もう完全になんだろうなあのプライベート普段ラジオで喋らない。しかも。 行為がほぼレッドゾーンの中に入っているような行為を全部話してるから。あの国家。さっきなんだろうな、あの。あ、ちょっと。今まで通り。しれっと続け。あんまりなんだろうな、あの正しいことを並べて喋るのも。ちょっと、あの後ろめたさが今後残ってくるだろうなみたいな。そうそう、今回の、なんですか、どうでも武士の特番をやったことで。 「どうでもラジオ」をやってないんていうか以降にリスナーとして聞き始めた人たちも多分初めての方もいたんですよ。の方も「どうでもラジオって何?」で「恋愛節って何?」みたいなってなってそこからの「じゃあ今「宅建節」もあるのみたいな。で多分ね聞いてる方がもしかしたら多いかもしれない。ですよね。そうかもしれないいいろろと話せて 楽ししかったこの企画自体、うん、ちょっと山内さんとこの何て言うんですかね男としての考え方、うん、捉え方っていうのを、はい、ちょっと自分も比較したいなと思って「うん、この企画どうですか?」ってやったんですけどやっぱりいざなんだろうな答え合わせするとあんまりなんだろうな大きくは外れてなかったけど、うん、やっぱでもちょっと見方が 自分と違うなはる、うん、かに大人だなっていうところがいっぱいあってめちゃくちゃ勉強になったなと思って、はい、やっぱすごいなーっていうで逆に、うん、山内さんはそんなにあれなんですかねあのなんだろう遊んでるけど。 そんなななにずれたた遊びしてかかっのあれ逆にこっちの方がなんか変な遊びもっとしてたのかなってちょっと思ったんですけどちょっと自分で自分をちょっと疑ったんですけどあれ自分は山内さんのが上じゃないかなと思ってたんですけどまさかの自分の方が何あったのかもしなもしかしたら自分の方が悪いこといっぱいしてんのかなと思ってそういうのもあったんですけどでもなんか良かったですね。でもやっぱみんんなないろ経験を 年に1回ちょっと読んでもらったら、うんはい、またなんか改めてそこら辺については喋っていきたいなあ<ー>と思うんすけどいろんな話になりましたよね。ねこの距離感のの話話もも出てきたたたししアピールの仕方みたいな話も多分あっ そうアピールの仕方も話したんですよね。でこれが先週先週に流れてきた自分が勘違いしてえっと男性からのメールを女性としての目線で喋ってるんですよね。間違ってそうそうそうこれもちょっとあれですね。これもそうですね。これもなんかいろいろ喋らないといけない。でも結局男女同じなんで。うん だからなんだろうなやっぱ結局同じ風な感じ、はい、消極的でも結局自分自身を少しずつアレンジしながら声をかけていくっていう何気ないもので。きるできるところでちょっと、うん、なんて言うんですか距離を縮めるみたいな。そう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 やっぱあれっすよねあのーうん、なんだろうな別に全然このなんだろうタイプじゃない人から軽く、うん。 声かけられるなんて、はい、別に嫌な気持ちにはならないですよ、ね、当たり障りのないような会話だったら、うん、嫌な人じゃなければですよね。だ、うん、からここをなんか繰り返し繰り返しやってって相手になんかちょっと頭痛許してもらうっていうかうこの人はなんかちゃんといい人なんだって思ってくれるような会話を続けられればうそういう風うになんか発展していくのかなって思うんですけどね。うん,うんうんうん。 そこで暴走した <laughs> とかっていうのがなければ、ね、ああ一緒大丈夫なのかな、はい、でもそこが多分難しいんでしょうねなんか、うん、これはなんか相手に気があるのかみたいな,なんか何かんだろうな言ってもいいのかいやだめなのかみたいな見極めがやっぱできるかできないかでも変わるのかなそうですにね。 そこらもあってあとは何でしたっけ他どうでも喋ったのって距離感とあとなんか結局んか結局比べるんかいみたいな話を女性陣が言ってましたですよね女性はあれですよねこの上書きああよく言うやつ男性はそう自分がいろいろ言ったんですよね 結局一番っていうのがな、はいよっていう女性は常に更新されていくけど、はいうん、自分の場合は別で更新はもちろんそのなんだろう前の人よりかも上の人を目指して探すんですけど、はいうん、でも結局どっか全部が全部買ってるわけじゃないんで。 どこかどこかしらは昔の方が良かったなみたいな部分があるってことですよね。それが不意に来るんですよ。付き合うときはちゃんと前の人よりか上だなって一応思いながら付き合うんですけど、でやっぱどこかしらのタイミングで不意によぎるんですよね。あこの人この場面でこうだったなってよぎるんですよ。やっぱなんか比べてはないですよ比べてはないですけど、でもあこの人こういうところがあったな。 っていうのを感じた時に、はいうん、どうするんですかどうすするるというかどうするどうどどしようもないですけどね <laughs> でもなんかあのあるじゃないですかねやっぱなんかその総合力最終的に、うん、トータルでこの例えば1年フルでいる人が2人いたとして、うん、でこの1年間のトータルで一番自分がどっちが居心地がいいかな、うん、じゃないですかね。ああ<ー>、うん な何て言うんだろうなあのー、弱った時とかあるじゃないですか、はい、落ち込んだ時とかうこういう時にどこまで自分のことを心配してくれて、うん、で何て言うんだろうあのー、励ましてくれる人、うん、っていうんですかね、はい、そういう人がやっぱいいなって思うんでうんそこら辺見るかもしんないですね。あー だ一緒になった時にやっぱりそこを支えてくれるような人じゃないとうん、やっぱ自分自身もっていうのもあるんでそこはそういう時にでも出ますよね比べてしまうんですよねだから一番ってないんですよね誰が一番っていうのはないんですけど少なからず顔で入るんで顔の一番とかこのトップ3はみんなちゃんと揃ってはいるんですよただトータルで見るとどうなのかって言われたらトータルで1位っていうのは 決めにくいっすね。あ、じゃ、例えば、じゃ、顔で、基本入るじゃないですか。顔で入ったけど。あ、性格そこまでだったなっていうパターンもやっぱあるんですか。なんだろう。いっぱいありますよ。逆に、それで諦めたのがいっぱいあります。顔で入って。いいなって思って、話して。話が合わないとかあるじゃないですか。合わない、合わない。とか、なんか、あの、なんだろうな、ちょっと。 うんと<ー>ななんて言うんですかちょっとうまく表現したらちょっとまずいんで <laughs> うまく表現はしないんですけど <laughs> <ー>なんだろうなちょっときつい女性とかってなるとやっぱり一緒にいて気も使うし、はい、ってなるんでうんそこはもう、うん、幼いし、うん、そのままなかったことにするし <laughs> っていう逆もあるんですよねでも。 何とも思わない人、と関わってて。はい、で、それが、何かを、何かのきっかけで、急に、この人のことを。考えるようになるんですよね。ね、うん、これ,がいですよねれは、それは、それは、なんでですか。そのスイッチが入るのは。これが、なんでなんですかね。どこで、変わるんですかね。うん、なんか、それ、気になりますよね。うん、どこまあ、でも。 でも、それを逆に私が質問されても答えられないかもしれないですね。質問わからない、そういえば、なんか。そういうことは確かにあるかもしれないけど。ありますよね。うん。何とも思ってなかったところからっていうのは、割とね、あったりするじゃないですか。はい、はい、はい。じゃ、その決めた、決めては何だったのって言われたら。はあ。ですよね。ってなっちゃう。そうですよね。うん。ますね。あ、いいです。すいません。なんでだろう、めっちゃあれだろ すいませんはいはいはいえっと戻しましょうね何の話でしたっけ <laughs> なんかめっちゃ暑いんですけどなんでですかね <laughs> 夏ですねすいませんえっと戻しましょうね話を <laughs> えっとあそうでどうでもいい人を急にあれですよねそういうふうに見える瞬間ってことですよね、はい、うん強いっすか大丈,っす、ね、大丈夫ですね大丈夫ですあでそれそれはなんだろうな、うん、自分でも一番最初の 彼女がそうだったんですよこの飲み会で学生の時に一緒になって、はいうん、で最初はみんな何なんだろうな別に何とも思わない普通の女性っていうので見てたんですけどでも帰り間際に急に「あこの人帰るのだとなんだったらかちょっと寂しいな」っていうか<ー>テンションが下がるなって思って、はい、こっから。 思うようになったんで、えー、うん。だから何かをきっかけになんですよね。何がきっかけって言われたらわかんないんですけど、何かをきっかけに急に変わるんですよね。突然。喋喋ってとかでもないですよね。でもその感じだと。だからなんかうん喋って雰囲気もあると思うんですけど、なんだろうな。なんで変わるんだろう。う 最初何も思ってないけど急になんかそういう感じになる人っていますよね。で周りに驚かれるっていうパターンが私よく多くて「ええみたいなななんかんて言うんですかね。急に全然多分その気なかったでしょみたいなのが結構多くてそれをいざ やっぱ聞かれるじゃないですか。うん、え、なんでみたいな、っていう方なんでみたいな。うん、<laughs> で、自分でもたどるんですけど。<laughs> はいはい、なんでみたいな。ですよね。わからないですよね。何かをきっかけに。でも、なんか、しら、多分あると思うんですよね。んなんか、ここぞ、あの、前に行った、この落ち込む女性の落ち込むタイミング。 多分同じじゃないすかねそのタイミングで何かしらのんかの手を差し伸べてくれてそかからちょっと寄り添ってくれたりとか気持ちに寄り添ってくれたり話聞いてくれたりみたいなとこなんでしょうかね。ですよね。ですね。あとプレゼントとかどんなんすかプレゼントはなんとも思わないです。 そこまでなんていうんだろう一応あなんかありがとうございますあ,、まあ、まあ一応そうっすよねなんていうんですか、ね、遠い人は確かにそれで怒られますよね、うんはいうん、プレゼントで近づくことはそこまでないかな、うん、って感じがしますね逆に何、うん、だろうなご飯食べに行きましょうって言われてからはちょっと意識し始めるんじゃないですか、うん、あご飯食べに行きましょう,どう それもないですか。そんなにないですか。例えばですよ。うん、例えば。えー、っと。あ,あ、そう。で、私は割と。そ、そこで結構。なんていうんですかね。はっきり分かれるタイプなので。なんだろう。はいはい、行きたくないときは、いや、お、<ー> <laughs> 例えば、お昼でも。はい、お昼時間一緒に。あ、まあ、近くにって言われても。まあ、もそれでも、行かない時、行かないです、はい。行かない。 時は行かないですかね。か状況とかその人との関係性とかに一応よるかもしれないです。うん、どうしてもなんか行かないといけない時とか,はかじゃあみたいな感じで。そしたらむしろ夜よりは昼とかに入れたいじゃないですか。はい,はい,はい、はい、あでもやっぱ行かないですね。今ちょっと思い出しましたけど。お昼逆にお昼の誘いをじゃ夜だったらなんかあるんですか。はいうん、夜飲みに行きましょうだったら言葉は別に。 うんですけど男性も多分あまあ、はい、仕方ないかと思うんですけどお昼に食事一緒にしませんかっていうのを断るのって難しくないですか？はい、あ確かに一応難しいですけど断れます本当に行きたくないときは断りますね、はい、<laughs> あそうなんですか,、はい、か私はだいだいぶそこで、はい、なんだろううんあれがあったりする気もしますなんか。 たと例えばこのご飯行こうとかでもそのちょっと先を行って遊びに行こうとかなる人もいるじゃないですかああああそこででもなんとなく自分の中で「はい、あこの人のだったら別に遊びに行ってもいいかな」とかっていうそこで結構別れ目かもしれないですね。はい、うどううなんんでしょう、うん、逆にあれなんですか他の ある程度このご飯もどこにでもいけるような人だったら、はい、別に何だろうその恋愛対象に入ってくる可能性っていうのは出てくるってことです愛媛、はい、さんからすると例えば<っ>飯食いに行きましょうでいいとするじゃないですか、はいはい、別に夜別に飲みに行きましょうでもうんあんまり抵抗ないとするじゃないですか、はい、あその人に対してその人に対して、うん、あるじゃあこの人はい、ってなると、うん、この人は後々恋愛対象になってくる可能性っていうのは ゼロではないかもしれないですけど、で,でも、うん、でも逆のパターンなんていうんですか、もう全く恋愛対象じゃないけどはい、はい、な仲良くできる人っているじゃないですか。うそういう人も割と同じ同じうんだからそこがちょっと難しいかもしれないですね。ここで恋愛対象に変わっていくんですか、ね。<laughs> 確かにそう言われると難しいですね。逆に考えてもそうなんで。はい で,ね、でもやっぱこうやって一緒にご飯行ったりできる分にはまだ可能性はあるのかもしれないです,ね、うん、ありますよねでもここを断られるとそうですねうねやっぱり2人でって抵抗あります例えば何名かだったら別に抵抗ないですよね女性が2人 2>、はい、男性が2人とか3名3名とかだったら抵抗ないじゃないですか。うん、でもこれがやっっぱ2人でってなると、うん 女性かかららしたらどんな感じなんですか、はい、男性からしたら誘う側だから、はい、んなんだろうな別に断られる可能性はもちろんあるけど、はい、でもなんかよっぽど相手にとって嫌がられてる存在じゃなければ、はいうん、まず断るなんか、はい、あのー、なんて言うんだろうな、はい、要素がないだろうって思うんですよ。はい、あいやでも2人って きりはんか場合によってはやっぱちょっとあれじゃないですかある意味緊張感があれんていうのかなやっぱり会話が弾むかなとかんか楽しいかな楽しいかなっていうか要はまあデートみたいな感じじゃないですか遊びに行くとしたら。ですよね。ってなったらうん。ってなるとやっぱきついです二人でってなると。 うんかなって感じがまあでもその中でもやっぱりでも行ってもいいかなって思う人もいるじゃないですかこのこのなんだろうこのジャッジするこのラインこれってどこなんですかねあでも自分も逆を言われるとどこって言われたらどこかっては言えないですけどでやっぱりあのなんだろうタイプのところがないと。

なんかこの職場の人たちでもたまになんだろうあのこうやって別のとこにじゃあ移動するとかの時に乗り合いとかで行くってなってでなんか普段仕事で話すのとは違うなんて言うんですか話に車の中でなったりするじゃないですか。ああいうのが結構なんだろう いいのかないい？いいっていうか何て言うんですか？うん、この普段とは普段の職場ではできない会話があるじゃないですか？うん、か私が今パって頭の中で浮かべたのはまあ、一応女性同士ではあるんですけど、うん、女性同士でさえも職場でなかなか話さない。うん、なんかえなんか元前はどこで？ 働いてたんですかとか<ー>休みの日何してるんですかとかっていう話って普段しないじゃないですかだからああいう時にあそれが男女になるとなんだろうなんかまた普段と違った一面が見えるじゃないですかそういうんかある時に職場 <laughs>、うんうん、確かに、はいはい、職場、うん、だとそうなのかなって最近思ったりしますなんかあのー なんだろう興味がある人にはやっぱ奥行った話を聞こうと思うんですけど興味がない人にない人と一緒にいて会話に困ったらなんかそんな感じの話になる感じがあむしろ休みの日何してるってすっちょっとどうでもいいよな」るほど興味がないからななんだろうううそいあ何を聞いていいかが逆に分からなくなって。 意味のわからない質問をするんですね。はい、別に今聞かなくていいんじゃないっていうのを。確かに話に困ってね出すこともありますよね。うん、ありますよね。で <laughs> この辺がちょっとですよね。<laughs> 難しいですね。うん、男性って多分とってもあれだと思うんです。はい、難しいと思います。だ女性は逆に待ってていい側なんで、でね、言われたのを答えていって、うん、で自分が気が向いた時になんかいろいろ会話すればいいんで、うん、多分。 元のきっかけはほとんど男性が作ってくれるはずだから男性に任せていいんですか女性側でもほとんどまのみさん今までの経験上みんな男の人から誘ってくるんじゃないですか私から誘うことはないですよねほとんど誘われてますよね <laughs> <laughs>、はい、誘われることもあんまり難解なんで,、ね、ですけどうん自分で誘うことはまずないですねおー <laughs> でもなんか普通にご飯食べに行きましょうぐらいだったらできそうですけどねそこもしないすかあでもそう私だからそこら辺がなんか気まぐれなん,なんていうのかな、うんうん、なので一応,ます一応行きたいと思ったら行くし、うん、でも基本あんまりなんだろうなんもともあのな,あなんだろうこの人きりはでもちょっと人見知りタイプなので、はい、二人きりは一応怖いんですよもともと。うん あ、それ基本行きたいなっていう、うん、感情すら分からないです。二、はい、人でこの人と一緒に祝いに行きたいなって、言葉にはしなくてい,いいんですけど、はい、心の中でそう思う瞬間って。思ってもやっぱりでも二人きりだと緊張したりとか、うん、もうあれだから、うん、でも無理かなみたいな感じですかね。あ、一応思ったりはするんですか、そこは。行ってみたいなって思ったりはするんです。うんうん。じゃないですかね。あ、そうなんですか。う うんと思います。ここら辺があれですよね。<laughs> だからもうちょっとそれを女性のなんかこの特徴を分かればあれなんですけど、うん、難しいですね。そうよね。切るって多分難しいですよね。あでも今日なんかこう聞いたときにやっぱ男性目線だとよっぽどのことがない限り断らないでしょうっていうスタンスでなんていうんですか。うんあだって断る要素がないじゃないですか。はい、うんなんかよっぽどなん 会話が弾まないとか<ー>もう周りから相手から確実に嫌われてるよって分かる以外は、うんはい、断る要素ってそんなになくないですかな、うん、<laughs> なんだろそう思ってるんだから山内さんもそうなのか分かんないですけど、えー、どう,なんだ,ろうだってでも全部誘ってるから、はい、も,うもちろんその人のなんか好む場所とか、はい、好むものとかを食べにとか連れていくじゃないですか。うん、で こっちが全部おもてななしすするじゃいでかだから変な話だめな要素ってないですよね別にここを断る要素だから夜とか居酒屋とか2人でってなると怖いかもしれないですけど昼も昼だったらいいよねみたいな感じですかそうですよねどこどこまで仮に歩いてでもいいですよ車が怖いんだったら歩いてどこどこのんかご飯屋さんあるから食べに行かないでもこれだけでもいいんで別にでもこれに対して何もなんだろうな あれがないじゃないですか。断る理由が、うん、ないじゃないですか。だ、はいうん、からああでも私はやっぱりあれかもしれないです。人見知り。ああやっぱそ,んんそもそも多分違うかもしれない、うん、かもしれない。うん、そこら辺があれなんだなと思ってやっぱ違うんですね。<ー>もうなんこんな時間になりましたね。<laughs> <laughs> <laughs> 暑いから涼しいからなんか忙しい今日はあれでしたけど <laughs>。 じゃあ来週も <laughs> そうですねはいじゃあまた来週 <laughs> ありがとうございます